都市計画道路勝田大町熊線は、千葉県桜市町熊と、同や千代市勝田大南を結ぶ都市計画道路である。勝田大町熊線桜、8000台の漁師内を通る国道296号に並行する道路として計画された。地元ではもっぱら水道道路の通称が用いられているが、これは国道16号への迂回路でもある。桜市場、静交差点から、 千葉市花見川区横戸交差点にかけての路線の一部に北千葉広域水道企業団管理の上水道管が埋設されているため国道296号はもともと桜街道として江戸時代に作られた道路であったということもあり桜市内においては道路幅が狭く混雑が発生しやすくなっていたそのため同国道のバイパス道路としての性格も持っている本道路は 国道296号と並んで、桜市と八千代市を結ぶ、幹線道路としての性格が強い道路であるが、桜市、西静に三つ区間が残っていた。この区間には、墓地、静霊園があり、桜市は、同霊園を運営する5つの寺に対して、移転を求めてきたが、買収にあたって、首都不明金があったとして、訴訟に発展するなどのトラブルが発生。 本道路に未通区間が残っていたため、桜、八千代漁師境の国道296号や、本道路と国道296号を結ぶ千葉県道155号、四つ街道を上、静図線の交通量が多くなり、たびたび渋滞が発生していた。また、周辺の生活道路に通過車両が流入し、近隣住民の安全が脅かされるといった問題も、起こっていた。桜市、 海林寺町道高原神殿、ABCD 渡辺徹、勝田大タダイ町熊線、全通出霊園問題で、紛糾計画から50年、毎日新聞 ABCD 早川武と、勝田大長イ長熊船、11月下旬、完成へ、静霊園移転解決で桜、毎日新聞、ありがとうございます。